かすみみたまの現世幻談チャンネル。回覧板。3年前の話。仕事終わってその時に住んでいたマンションに帰るとポストに回覧板が入っていた。俺はため息をついた。また何か答えて凛花にわざわざ届けないといけないのか。いい加減ネットでできるようにしろよ、時代遅れだな、と思いながらも部屋に持ち帰り中身を見てみると、どうも普通の回覧板ではないようだった。普通は防犯に関するアンケートだとか自治体のお知らせとかだけど、その日に来たのは、あなたは死後の世界を信じますかとか、あなたの魂は汚れていませんかとか、完全に宗教的なものだった。俺は最初何かのいたずらかと思ったけど、書類と一緒についているバインダーとかはこれまでの回覧板と同じだったし、書類の端にはしっかりと〇〇市役所と明記されていた。正式な市の回覧板なのは確かなようだった。俺はいろいろと疑問はあるものの、そのアンケートに答えていった。もっとも書けることはほとんどなかった。俺はオカルト的なことは信じちゃいないからな。なのでほとんどの質問にいいえとか、わかりませんと答えて終わった。さて、これで普通なら、凛花のポストに回覧板を突っ込んで終わりなのだが、今回の回覧板は届け先が違っていた。次にどこに送ればいいか記載されていて、それはここからちょっと離れた場所だった。面倒くさいな。まあ明日、仕事帰りに送ればいいか。そう考えて、その日はそのままにした。次の日、その指定の家に持って行こうとしたのだが、その日は大雨が降ってやめにした。その次の日、朝回覧板を持って行くのを忘れて、家に戻ってからまた届けに行くのがだるかったのでやめにした。また次の日、体調が悪かったので。そんな感じで何日も回覧板を届けられずに終わった。いい加減まずいよな。明日こそは届けよう。そう思ったその日の深夜だった。俺は寝ていたのだが、何か音がするのに気づいて目が覚めた。コンコン。玄関のドアを誰かがノックしている。ほとんど間を置かず常にノックしている。誰だ、こんな夜中に。俺は起きて玄関ドアに向かうと、その音が小さくなった。ん？俺んちじゃないのか？どうやら隣の部屋がノックされているようだった。確か隣の部屋はおじいさんが一人で暮らしているはずだ。一体こんな夜中に何だって言うんだ。俺はインターホンのカメラを見てみることにした。俺の部屋の玄関先しか映らないが、それでも何かわかるかもしれない。俺はインターホンの外を確認するボタンを押した。俺は思わず声を上げそうになってしまった。外には白ずくめでフードをかぶった人間がたくさん立っていた。みな隣の家を見ている。ただずっと立ちすくんでいる。何なんだ、一体。俺は怖くて動けなくなっていた。あなたは死後の世界を信じますか？不意に声が聞こえた。あなたは死後の世界を信じますか？続いて大勢の声が聞こえてきた。白ずくめの奴らの声だ。あなたの魂は汚れていませんか？また声が聞こえてきた。あなたの魂は汚れていませんか？そしてまた大勢の声が続く。言っている内容は回覧板にあったのと同じものだ。それを外にいる白ずくめの集団の一人が言って、その取り巻きが続けて全員で言っているようだ。外の奴らはあの回覧板絡みの人間なのか。俺はリビングに置いてある回覧板を改めて見てみた。
一体これが何だってんだ。と、そこで俺は初めて気づいた。回覧板に書いてある部屋番号、これは俺の部屋ではなかった。隣の部屋の番号だ。これを届けた奴が間違えたんだ。この回覧板が届けられるはずだったのは隣の部屋だ。今、白ずくめの奴らが集まっている部屋だ。俺は何か恐ろしいものを感じた。この回覧板がここにあることがバレたら。あなたは救われたいですか？俺は回覧板を持って布団をかぶって目をつむり耳を塞いだ。早く帰ってくれと祈りながら時間が過ぎるのをただ待った。それからどれくらい経っただろう。いつの間にか声はなくなっていた。カメラを見てみると誰もいなくなっていた。それでも怖くてしばらくなかなか玄関ドアを開けられなかったのだが、また外が騒がしくなった。今度はなんだとまたカメラを見ると、警官とこのマンションの大家さんが外にいた。俺は外に出て何があったのか聞いてみた。ああ、まるまるくん。実はね、隣の部屋の三角三角さんが亡くなってしまったんだよ。俺はその場で固まってしまった。亡くなった？まさかあの白ずくめの奴らに襲われたのか、と思ったのだが、どうやら事情が違うようだった。何でも一昨日あたりから隣の部屋から異臭がすると複数人からクレームがあったらしい。それで今日、警察と一緒に乗り込んだところ、おじいさんが一人死んでいたというのだ。俺は愕然とした。俺は隣なのに何も知らなかった。普通におじいさんが暮らしていると思っていた。俺はそれとなく白ずくめの奴らのことを聞いてみたが、そんな奴らのことは知らない、とのことだった。昨日、あんなに大きな声で騒いでいたのに、それに気づいた人は誰もいなかったという。俺は怖くなった。あいつらは一体何者なんだ。それに、この回覧板は？わからないことだらけだった。ただ、このままこの回覧板を持っているのは危ないことは確かだった。俺はその回覧板を指定の場所に届けることにした。俺が誰だかわからないようにマスクとサングラスをしてすぐに逃げられるように自転車で向かった。指定の場所は普通の一軒家だった。俺は周りに誰もいないことを確認してポストに回覧板を入れた。と同時に回覧板が家側に引き抜かれた。ポストの前に誰かいて、俺が回覧板を入れた瞬間に受け取ったんだ。はっ！俺は一目散に逃げ出した。幸い誰か追ってくることはなかった。それからおかしなことには会っていない。あれは何だったのか、未だにわからない。